そうだ、俺の手作りだぞ。しかも特上だ。こんなうまそうなもんありがとな。あんただと思って大切に食うだよ。どういうあんただと思って大切にしますとか、なんかそういう人形とかにそれを言う言葉じゃねえか。ああでもまず返答に困っちまうな。お前ならできる。そう信じてるぜ。お侍丼、ほら頑張るだよ。またこの場所で結果報告すっからよ。楽しみにしててくれよ。ああ楽しみに待ってるぜ。ということでね、ちょっとね音聞こえるか分かりませんけど、プレステがだいぶうんうん言い出しちゃったんで、ちょっとセーブしますね。まだ30分になってないですけど、すいません。じゃ一回録画停止してまた後ほどやります。すいません。はい、夜になりましてね、実際の時間で、その私のこっちの時間でいうお昼の続きをやりますね。今日は朝から朝昼夜と3回も3部構成だったね。ちょっと今日は休みだったんでね、ちょっと今日はヒッキーになってちょっと祇園に来てみました。こいつ、奥さんにキュウリをね、あーおキュウリね、あらいる男さん、約束のおキュウリ持ってきてくれたのかしら。ああもうキュウリは死ぬほどあるわね、実家栽培だからキュウリが一本欲しいんだったな。キュウリ渡した。何か、そう、この長さ、この太さ、あーん、なんだ一体そのご褒美というのも気になるから。まさにこんなキュウリが欲しかったんですの。うん、あなたって最高ね。はい、これお約束のお礼ですわ。活力と、おお、いいじゃん。はあ、ごめんなさい。私、今すぐこれを味わいたいの。それじゃ、またお会いしましょう、色男さん。言ってしまったか。妖艶の奥様の絆。まあ結局そのキュウリをどうやって味わったかは謎のままだが、まあそれはね、それぞれご想像にお任せしますということだよね。まあ銘柄によって、おまた奥様、もうしょうがねえな奥さん。今度はなんだ、あらいる男さん、この間ありがとうね。私予想しましょうか。キュウリの次はね、そうだな、大根とか行くか今度は。あなたがくれたおきゅうり、よかったわ。とっても美味しくて、何度も味わってしまったもの。何度も。そうか、それはよかったね。でもね、私、また欲しくて欲しくて、たまらないものができてしまったの。なんだかお分かり。いや、まあ私の予想だと大根。大根だろう、これはもう。人参とか、それか。全くわからん。もう本当にいけずな人。私が今欲しくてたまらないもの、それはね、お、にん、やっぱりな、人参でしたね。そうか。じゃあ多分次大根だな。そうか。私、今すぐお人参を味わいたい。欲しくてたまらないんですの。人参ならな、うちもたくさんあるから、もう。そして欲しい野菜がだんだん大きくなっているような。そこであなたにまたお願いしたいのよ。私のためにお人参を一本持ってきてくださらないかしら。自分で八百屋に買いに行くつもりはないようだな。そんないけずなこと言わないでおくんなまし。お礼ならたっぷりしてあげるからね、お願い。活力タウンとかね、ああいうもんもらえるならもうあるんだよ。お人参、あらん、いる男さん、そう、持ってきたぜ、人参。俺は、自家栽培だ。人参を渡した。
しょ、この長さ、この太さ、ああ、まさにこんなお人参が欲しかったんですの。うん、あなたって最高ね。なんだ今度は。おお、いいじゃないか、この万能たあたりか。私今すぐこれ味わいたいの。よーし、一気にもう多分次は大根あたりだからね、一気に攻略といきたいもんだね。ちょっとこっちも行ってみようか。何かあるのかな。あんまりね、こっちってあの行ってないんでね、あのなんか何でしたっけ、なんとかくん、あの脱藩浪士を連れ戻しに来た時とか。そこの旦那、福引券もたまっちゃったな、随分。クンクン、なんだかクンクンって、ん、看護男、クンクン。ああ、おおい、なんだお前は。おっと、いきなり失礼しました。あなたの体から家でたまに料理をしている独身男性の匂いが漂ってきたもので、つい。いや別に匂い嗅がなくても大体見た目でわかるんじゃねえか、そんなことは。わかるのか、俺が料理をしていると。もうもちろん私は料理人ですからね。うん、まあいかにもみたいな、たすきがけしてて。え、そういうもんなのか。はい、それにしても男の方で料理をされるなんて珍しいですね。まあでも今でこそね、男が台所に立つっていうのは全然珍しくない光景ですけど、昔はやっぱり女性がの場所、台所ね、っていう感じだったんでしょうかね、やっぱり。いえ、そんなに頻繁にしているわけじゃない、たまに台所に立つくらいだ。男であるあなたが台所に、それはこの国では非常に珍しいことです。そうか。え？そうか、ええ、そうですとも。そうだ、あなたなら適任かもしれない。なんだ、すみません、あなたに折り入ってお願いがあるのですが、聞いていただけませんか。なんだ。サブストーリー59、革命料理人。実は私に手料理を作ってほしいのです。ん、どういうことだ。お前料理人じゃないのか。え、手料理を、どういうことだ。実は私、数年ほど外国で料理の勉強をしていまして、つい先日日本に帰ってきたばかりなんです。うん、うん、そいつすごいな。ですが帰国して驚きました。この国の食文化が私が日本にいた頃とかなり変わってしまっていたんです。そんな変わったのか。まあ江戸時代から明治に変わった頃っていうのはなんかね、やっぱ明治維新とかで洋風を取り入れたりっていうのはあるかもしれんが、まだ江戸幕府が続いているこの時代に何か変わったか。うん、ここ数年この国もいろいろ変わったからね、確かにそういう部分はあるかもしれん。私はこの国の料理に革新をもたらしたいのです。そのために海外に行ってさまざまな知識を吸収しました。しかし日本を離れている間に食文化が変化し、今どんな味が日本人に親しまれているかよく分からなくなってしまったのです。なるほど、もしやそれで俺の手料理を食べてみたいと。ええ、その通りです。だがお料理ももっと料理のうまいやつがいる、そいつらに頼んだ方が賢明だと思うが。いえ、あなたでなければいけないのです。あなたのような男性の手料理、それこそが私の求めているものなのです。そんなもん、そういうもんか。なぜだ、いまいち納得できんな。まず私が知りたいのは一般的な家庭の味、好みです。それが最も感じられるのはあなたのような一般的な方の手料理だと思います。
また、私が作り出したいのは懐かしさと新しさの融合した未来に通用する料理です。日本の台所、そこは現状まだ女の領域と言えます。しかしこれからは男性も台所に立つ時代になっていくと私は思っています。ゆえに、あなたのような男性の作る手料理こそ日本らしさと未来に通用する味に最もつながるものだと私は思うわけです。よくわからんが、そういうもんなのか。ちょっと難しすぎるな。そういうものなのです。お願いです。この国の料理を変えるため、ぜひ私に力を貸してもらえないでしょうか。しょうがねえね。この男はこの男のなりに日本を変えようとしてるってことか。まあ、手料理を渡すくらいなら協力してやるか。わかった。俺の料理が役に立つかわからないが、料理を作ったらお前の元へ持ってきてやろう。本当ですか。ありがとうございます。期待して待っていますね。そっか、手料理ここにも受注が入ったか。まあちょうど今ね、料理にはまっているっちゃいるから。ちょうど看護屋さんがいたから、どっか行っちゃおうか。ちょっと伏見まで、じゃあお願いします。ちょっとまたこれはちょっと飛ばしますんで、ちょっとまたね、お家にちょくちょく帰って、ちょっと家に帰ってやんないとね。たまにうちにはハルくんがいるが、さすがにハルくんはな、全部の、あ、綺麗な毛皮、なんだ、よくやったな。ホエダ拾ってきてくれたのか、もしかしてお前が。えらいえらいえらい、いい子だ本当に。もうここにいる犬は私ね、全部好きな日本犬。まあこの時代にね、愛玩犬とかのチワワ的なやつとかはいないからね。おっ、できてるできてる。やられたか、盗作だ。よし、空豆とかもう24個もできちゃった。うわっ、まあでもね、もう私前回前も言ったが、野生の動物はね、決して悪気があってもう食べてるわけじゃないから、しょうがないんだよね。これはもう共存という言葉があるからね。おかえりなさい。お、手を振ってくれている。まあ猫はそのままほっとこうね。猫は気まぐれだからね、本当にもう。だって注文をまた見てと。今受けている注文は、さあなんだ。さつまいも。たっぷり拾ってくるしな、よくな。これはあるんだな。大根、あ、大根がねないんだ。あ、そうか、これ黒いのがないってことだな、多分。10品、これよし。あ、キュウリもだんだんなくなってきたな、なんか意外と。あれほどあったキュウリがもう底をつきつつあるな。うわ、空豆すげえある。もう3つ。うわ、玉ねぎもあるぞ。じゃあこれで納品してきてください。あ、頼む。こういうね、まあたかだか5、6000もんだろうか、こういうのがやっぱり塵も積もれば山となるからね。ちゃんと取引してきてよ。よーし、よーし、よーし、よーし。こうやって小屋しもね、ちょくちょく手に。あ、何これ。そうそう、取引先の旦那さんからおちょこちゃんにってこれもらったよ。なんだ、名馬の尻尾かな、これ多分。おお、そうだそうだ、料理。あ、悪い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 、悪かったな。大丈夫か。よし、怪我はないようだね。